皆さんこんにちは。アシャビル経済学講師のサンタです。今日はあれだね、このクリスマスにはちょっと早くて、はぁ、もうなんでいるねんっていう話になっちゃうかもわかんないけど、あれです、このちょっとせっかち、せっかちなんですよ。ケツカチみたいな、なんかこうケッタマシーンって感じの、こうチリンチリンみたいな感じ、まあそういう感じですよ。で、今年のクリスマスプレゼントにはですね、このみんなにクリスマスソングをプレゼントしようかなと思ってたんだけれども、同じギター講師の滝沢くんがですね、すっごいこう頑張ってくれたみたいで、なんかこういう楽譜とか解説動画とかなんかいろいろこう作ってくれたみたいなんですよ。これはほんま素晴らしい、ほんと素晴らしい、ファンタスティック、ワンダフォー、ほんともう褒めて使わすみたいな、すごい、これはとんでもない、とんでもない、もったいない、ダメだ、いろいろくだらないことが思い浮かんできてしまうんだけれども、あれですよ、僕のこの目的としてはクリスマスライブとかをみんながこうね、もし控えてたらぜひバンドで演奏してほしいな、なんていう話なわけです。クリスマスソングをライブで演奏しちゃったりとかして、もうそのバンドみんながね、観客にこうクリスマスソングをプレゼントする、サンタになっちゃえばいいじゃんみたいな、サンタになっちゃえばいいじゃんみたいな、もういいや、もうそんな感じです。なんか始まります。どうぞ。イエーイ。そんな演奏なわけでございます。それぞれ、この1本目の動画から2本目の動画で、ボーカルを説明し、次の動画でドラム、その次の動画で、ベース、その次の動画でギター、そして最後の動画でこのね、締めの言葉というか、あとこの裏話みたいなのもしておりますので、まあ、すごい動画数としてはですね、全部で6本と、結構長い動画なんですけれども、まあ、時間あるときに、興味のあるところからチェックしていただけると嬉しいかななんていう感じです。はい。このヒゲがこれがマジですげえ痒いっていうか臭いっていうか、結構このサンタ衣装自体が古いもので臭いです。
そんな感じです。以上サンタでした。興味のあるところから動画をチェックしてみてください。それではまた、さようなら。